ます。今日も動物が出てくる見言葉を言おうと思いますが、それは何だと思いますか？羊かな、子牛かな、子羊かな、豚かな、クジラ。何を見込まれるか、魚かな。さあ、もう一声、もう一声。パン。パン。あ、動物でお願いします。パン。さあ、この中にあのね、あのちゃんといる、今生きてる動物で、そう、え、そうちゃん、そう、あと動物でお願いします。そうちゃん、お、ピンポーン。はい、今日はじゃあわしの話をしますか。わし、わしが出てくる聖書の箇所知ってる人、わし、わし、わしってな、知ってた？私は知らなかったけど、鷹が大きいのがわしって言うらしいの。鷹が大きくなった種類のわしって言うねんて。はい、わしでかいねんて。じゃあわしってね、すごい高く飛ぶことできます。どのくらい高く飛べると思う？10キロ。実はじゃん、お、富士山ぐらい高く飛べるらしいよ。獲物を狙ったりもできるらしいよ。すごく高く飛べる犬ワシっていう種類のワシがいるらしいよ。はい、そうな。今日の見事がここです。旧約聖書イザヤ書。イザヤ書なんか聞いたことない、みんな。イザヤ9の6って覚えてます。イザヤ10。それも覚えてる。イザヤよく出てくんね。こんなする。イザヤの40章31節、今日一緒に読んでみようか。せーの。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げ、登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。はい、今日はこの御言葉をみんなに分かち合いたいと思います。神様の言葉は蜂蜜の滴りよりも甘いっていうので、みんなもこの甘さを感じて書いてください。はい、次。実はこの子、はい、かわいい、かわいい。この子は待ち望んでるんです。この子待ち望んでます。何を待ち望んでる？この子待ち望んでる。そうちゃん待ち望んでる。あ、この子わしになりたいんだ。私は将来わしになるんだ。どんなわし、どんなわし。もうわしになって大きくなって空高く飛びたい。空高く飛ぶわしになりたいなって待ち望んでます。はい、なれるかな、なれるかな。この子オカメインコちゃんって言うんだけど、わしになれるかな。待ち望んでんねん。でも神様って本当にこうその人に特別な計画っていうのがあるから、このオカメインコちゃんにはオカメインコちゃんの、ね、計画っていうのがあって、じゃあ待ち望むってどういうこと、ね、ただ自分がこうなりたいって思うんじゃなくて、主を待ち望むものは、ね、さっき書いてた神様を待ち望む人はどんな力をもらえるか。はい、どんな力？新しい力ね、疲れても元気になる、病気になっても回復する、新しい力が与えられる。で、わしのように飛び越える、乗り越える、飛んでいける、ね、困難なことがあっても、悲しいことがあっても、難しいことがあっても飛び越える力が与えられる。そして走っても歩いても疲れない、諦めない力。この3つの力が主を待ち望む人には与えられます。じゃあ主を待ち望むっていうのは、オカメインコちゃんは考えました。オカメインコちゃんは、え、ってことは、ってことは、ってことは、私の計画、わしになるっていう計画じゃなくて、こっち、神様のご計画を待ち望めばいいや、そう気づいたね。オカメインコちゃんはこうして神様の計画待ち望みます。そして力をもらって、なんと藤原家のペットになりました。藤原家の癒しです。藤原家にはもう、ね、この琥珀ちゃんって言うけど、こっちゃんこっちゃんって言われて、もういつもこっちゃんって言ったらピーって
返事してくれて、もうすっごい可愛くて、もう手にも乗るし、肩にも乗るし、頭にも乗るし、よしよしって言ったら、もう届けそうだよって言うし、めっちゃ可愛い。はい、神様のご計画はわしになることではなくて、藤原家のペットとしてみんなに愛されて癒しを与えるというご計画になりました。最高に幸せな計画でしたね。で、今日の御言葉を知ってるよ、はい、じゃあみんなで覚えてる？イザヤ 40-31 を歌にしてみました。はい、じゃあ、うん、そうそうそう、それそれで、ちょっと歌ってみるよ。みんなも一緒に見てな。伸びてるところらへんで伸ばすからな。いきますよ。タララタララララララ主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて伸ばることができる。イザヤ40-31。いいなと思って、マサヨさんはさっきほのかと、マーヤに教えてもらったことがあります。イザヤ40-31はみんな手を40、イザヤ40-31 でやると覚えやすいよってお姉ちゃんたち言ってくれたんで、じゃあイザヤ40-31は手を動かしましょう。いけますか？いくよ。テレレ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 レ
御言葉を聞きました。星のように強く高く力を与えられること信じます。神様と共に歩みたいです。ご計画の中に私たちを導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。